シンガポール動物園は、シンガポールの中央集水自然保護区にある動物園。地元では、マインダイズーと呼ばれることも多い。面積は28ヘクタールにわたり、1973年に、シンガポール政府が900万シンガポールドルを投じて、建設した。現在は、年間140万人が訪れる、シンガポール有数の観光名所の一つとなり、 絶滅危惧種を含む300種以上の動物が展示されており、開業以来掘りなど持ちい動物が逃げ出さないようにするための障壁を観客から隠す開かれた展示を行っている。世界最大のオランウタン類の群れを飼育していて、1977年には霊長オール医学のフランシーヌネアゴが6ヶ月間にわたるオランウタン類の生態研究を行っている。 建設計画は1969年よりスタートし、シンガポール環境省は新たな娯楽施設の建設に向けて土地の確保を進めため池周辺の土地88ヘクタールを動物学的施設の建設用地として確保した。1970年にはスタッフの雇用、1971年には展示施設の建設が相次いで始まり、 展示動物はディーラーからの購入やスポンサーからの寄付によって収集された。スリランカのコロンボ動物園のリンデアルビスが熱帯地域の動物園固有の問題対策の特別コンサルタントとしてシンガポール動物園に招致された。1973年6月23日に開園し、開園当初は72種210点の動物と130人の スタッフという規模であった。1990年には展示動物は160種1600点にまで増え、多くの展示場では、それぞれの動物が自然環境に近い状態での展示が行われている。ホワイトタイガー自然環境に近い状態の展示場や、堀によって観客と展示動物を隔てるオープンズというコンセプトのモデルとなっている。堀は、 かなりの低位置に作られるか低木などによって、観客の目に触れることのないよう作られており、堀を登って脱出してしまう可能性のある動物に、関しては、ガラスの窓がついている、展示場を使用している。オランウータンとの朝食というプログラムを実施しており、シンガポールの観光産業の象徴的存在とも、なっていた。 アーメンを含むオランウータン類と一緒に朝食を楽しむことができるほか、動物への給仕は動物園の名物イベントとなっている。周囲にはナイトサファリや自然保護区の樹木に覆われた地域が広がっておりこれらがさらに自然に近い感覚を醸し出す重要な要素となる。園内には来園者の足となる様々な乗り物があり、トラムや馬車が利用できるほか車椅子や ベビーカーもレンタルすることができる。また、園内の各所にある施設では誕生パーティーや結婚式を開ける場所もある。年間パスポートであるフレンズ・オブ・ザ・ズーを購入すると、1年間の入場パスの他園内のトラム乗り放題、ワイルド・ライフ・ワンダーズという機関紙も無料配布、ギフトの10%割引といったサービスを受けることができる。世界で初めて、 北極グマの繁殖に成功した動物園としても知られており、1990年に誕生した犬はマスコット的存在となっている。ありがとうございます。